鼻かゆい、イライラしてるからや、イライラしてるから鼻かゆいや、ほうじろ、鼻ほじってる今。見やんといて、今めっちゃ怒ってんねん。まあとりあえずあるある行こうか。昔 LINE 返したくない時に使ってた。 LINE バグってて LINE 返せません。絶対バグってない。どうも夜の人はライスお願いします。し、なんかさ、返すのめんどくさいなって時とかさ、なんかほんまにあんま好きちゃう先輩から来た時とか、時とかに LINE バグってますっていうわけのわからん言い訳するよね。たまに使ってた。はい、ということで今日は怒ってます。前髪大丈夫かな。花木一恵は怒っております。危ない、カメラ大丈夫、トーン切れる寸前。もう犯人袋の方がもうここまで来てる。で、あ、もうあと何か一個されたらもうブチゲってぐらいまで来てる。ねえ、なんでこんな一恵が切れてるかっていうと、ローソンのゴミですね。一恵がお昼ご飯に買ってきたやつなんですよ。わざわざね、歩いて行ってね、ね、また帰ってきて、で、お昼ご飯食べよう思って、一回寝て、飲んだら、食べとってんやん。昨日の昨日ぐらいやねんけど、一恵が買ってきたお昼ご飯をね、全部食べたんですよ。もう、はぁじゃない?普通さ、そんなさ、人が買ってきてさ、食べる?聞くくない?普通。え、これ誰の?みたいな。食べても1個か2個とかやんか。で、本人がまずいいよとかも言ってないのにさ、食べる?いや、で、張りすぎやで。さすがデブやな、ほんまに。なんかもう、かゆい、もうイライラしてたもん。もうブチ切れてんやんか。なんで勝手に食べるんねん。なんかかゆいな。なんで勝手に食べるんねん。食べやんといてんやんねん。え、ごめんみたいな言ってたけど、収まらなかったんですね。さすが豚といったところでしょうか。そりゃ10年後血吐いて死ぬって言われるわって感じ。で、痩せへんしね、それでも。だから、こいつネズミみたいなことしとるから、もうほぼネズミ。てか、ネズミあいつ。長いネズミ。名前変えるから、LINE の名前変えとくかね。ガム星人やねんけどさ。ネズミに変えようかな。長いネズミ。でも本人がおらん間に食べてるっていう、もうまさにネズミ、ネズミこと。なんで今日はあるものを買ってきました。ここで交換音、ドゥワーンっていう交換音、ドゥワーン。ほら、チューバイチュー協力接着。匂いでまず引きつけるらしいわ。あいつ豚石鼻いから寄ってくるやん。まあ、ちょっと説明させていただきますね。この私のお昼ご飯を食べたネズミ小僧をとっちめたいと思うんですけども、はい、もうすぐネズミ小僧が帰ってきます。まあ、今コウ君お母さんと朝好き行ってるんですけど、まあ、ざっくり言いますと、コウ君が玄関から帰ってきた時にこのネズミ捕りを踏ませて、ネズミなんで捕まえてとっちめたいと思います。まあ、じゃあ題名言いますね。題して、一恵の食べ物を食べてきたネズミ彼氏をガチのネズミ捕りで捕獲してみたー、イエーイ。で、これ見ての通り、さっきちょっと指やってみてんけど、ほんまに取れへんねんな。水でやったらちょっと取れんねんけど、うわ、まあ、さすがに取れへんのはやらへんから。まあ、作戦考えましたね。ちょっと聞いてください。まず、コウ君が帰ってくる前に、廊下にネズミ捕りを敷きます。で、コウ君が帰ってきたらすぐ目隠しさせます。で、そこで一応、ハッピーバースデーソング歌います。ハッピーバースデー、トゥーユーって。で、コウ君は、え、何?って。みたいな感じで多分なる。サプライズ来るやん、なんなんみたいな感じで多分言うから。で、歩かしてネズミ捕りのところまで、一恵が案内すると。で、捕獲完了。ほんまにさ、これやばいの。ほら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 。なかなか取れへんのかな。うわ、うわ。ほらほらほら。いや。だってもう力いいもんな、取るの。こうやって。これぐらい粘着強いね。震えるもんって。これもやばいぞ。これ、ちょっとさ、それを玄関に仕掛けて、コウ君という名のネズミこそ、捕獲していきたいと思います。邪魔は見ろ。一気にご飯食べるから。ではカメラ仕掛けていきたいと思います。夜の人笑い。でも、でも褒めるようによってね。どっちの足から出せやろうか。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディアネギー。ハッピーバースデートゥーユー。みたいな感じかな。コウ君の黒のクロックス履いていってるからないから、たぶん裸足やね。裸足で踏むことをやります。でやーん。では帰ってくるのもしたいと思います。あ、ネズミ。Ready!
ムシしてっちゃった。トノちょっとサプライズだからマスク取って目隠しして。ちょっと待って、マジ、うん、いや、あの、どんどんしすぎな。ちょっといいリアクション取れるかな。緊張目を、はい、目隠ししてまず。ちょっと照れるわ、なんかこういうの。なんで何のサプライズですか。そういう、言うとサプライズじゃない。そう、そうですよ、ね、目隠しして。嬉しい、それ嬉しい。あ、すいません。すごい。嘘足りひんわ。こうなの。違う。違うとる持ってこない。ごめんな。絶対見んとこ。はい。笑ってる。さすがに足りるやん。もう面白くないから見えへん。めちゃくちゃ嬉しいけど。はい。おいで。いいんですか。いいんですか。さも好きや食べれて。帰ってきたらサプライズなんか嬉しい嬉しい。この綺麗、え、この綺麗、褒められもする。もう最高の待遇や。は、靴脱いで。はい。ハッピーバースデーデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。何してんの？ちょっと。じゃあ、こけば予想外やわ。もう、予想外のことせんとて。何してんの？さ、え、何これ？ネズミ取り。え、分かってるよ。なあ、ズボン大丈夫それ？ネズミ取り、かぶってんちゃうか、ズボン。分かってるよ。ダメダメ。なあ、何ズボン早く。アルツマークが…西野、好きで来てたのに謝ったよ、お前が謝れ。お前が俺に謝れ。俺と言うアルツ、お前が謝れ。本当にすいませんでした。ちょっと待ってください。マジで黒いねんけど、どうしよう。あ、もう最悪や、もうマジ最悪や。もう何し…半分の部位についてお尻、足、手…え、どういうこと、なんで話したの。ちょっととりあえず F アルツさん謝る。これはお前がな。だってズボンも FR2 や。俺は好きで来てんねん。いつも好きで今来てる。おすごいやん。お前 FR2 来てる。案件みたいになってるよ。FR2 の案件みたいになってるよ。概要欄にリンク貼ってますので、ぜひ飛んでください。なあ、俺さ、巻き爪って知ってるやんな。まだ感知してないねん。感知してないの。足のドッキリやめてくれへん。唯一足以外やったらええねん。巻き爪はで先生になんて言うん。え、先生なんて言うん。足に負担かかってますねって。なんか彼女にネズミ取り仕掛けられましたって言うん。それで病院で、うん、先生も許してくれるわな。うん、それやったらちょっと女みたいになって。うん、ちょっと服がショックすぎて、うん、言葉が出えへん。うん、これこれこれショックのこれ。お前スパイダーマンやん。え、なんでネズミ取りされたの。覚えてないんか。何食べてん最近一恵の。え、どうチーズってこと。ちゃ、ほんまにネズミやっけ。最近一恵のお昼ご飯食べたやろ。いや、食べた、うん、食べたよ。ネズミみたいなことしてるからネズミ取りで取ったろう思て。虐待やで、ほぼ捕獲しなあかん。ほぼ虐待これ。ほぼ、うん、何ほぼって。ほぼ犯罪やってること。犯罪。ネズミみたいなことをしたからネズミ取りで取ってみた。犯罪。だって一応買ったやつ食べてさ、フォークにこそ窃盗や。な、なにこれ。え、スキーみたいになってんの。スキーするの俺今から。あれやんな、あの、ピョーって飛ぶやつやんな。そうそうそう。他の人より板取りにくいわ。粘着ついてるから。もうやばい、地面にもついた。毎回そのドッキリしたな。俺以外のこと心配するのやめてくれ。もう最悪や、どうしよう。もうやばいって、自分。おーい。うわ、あ、そうそう、サムネ撮るから。サムネ撮るから、もっと足につけて。あ、急に YouTuber 魂に火つけのやめて。サムネ撮らないから。じゃ、YouTuber 魂に火つけのやめてくれ。はい、サムネ撮りまーす。いきまーす。もういいかな。あー、すごいって、見て。毎回サムネでもっとひどなの嫌やねんけど。ローションの時とか。こちらやっぱ YouTuber でした。うんうん。でもだって自ら踏んでんもん。最高や。どうするこの一面。
あ、もうどうしようもないから早くとりあえずやらせてくれへん。とりあえずじゃあエンディング撮りましょうか。反省してもらおうと思って。これから人のもの食べるときはまず人に、あの、買った本人に聞く。それから、うん、食べてみて。ネズミするときも一応聞いてくれへん。それは聞かんやろ。足。うん。これ地面変えなあかんな、多分引っ越してるとき。ああ、お金あるから大丈夫やろ。ありがとう。あと皮膚剥がれそうやから早くエンディングして。そんなエンディングしないか。血とか出るからもうそろそろ。出る前に終わっとこう。ネズミ取りかかったらネズミも血入れてもな。うん。はい、して。じゃあ終わりまーす。好きは出そうや。気分が悪い。ちょっと、早せーな。見ついた。あ、こら。謝れ。これ下見ろお前。何どんなくっついてると思ってんねん。パノ。はい、ありがとうございました。 ありがとうございました。じゃないけどこの動画がいいなって思ったらグッドボタン、チャンネル登録、高評価、コメント、アイボタン、よろしくお願いします。あと、ハッピーバースデーって何あれ。ネズミとして生まれてきてくれたからネズミにハッピーバースデー。あー、そういうことないよ、うん、期間があってよかった。はい、終わってバイビー。バイバーイ。うわー、足音ってこんな音鳴る。人間人間でこんな足音鳴るっけ。なんその手やめて。手早くも連れてってくれ。どうやって連れて行こうか。とりあえず全裸にして早く。うん。